皆さん、こんにちは。なるほど、てです。今日も3分間ミステリーで遊んでいきます。さあ、問題1。隣の家に空き巣が入ってたんです。市民から持ち込まれた2枚の写真に警察は眉を潜めた。ちなみに下の写真は犯行直後のものだ、のだが、えー、そうと判断できる箇所を、えー、数から示してほしいと。えー、っと、犯行直後を判断できる。 犯行直後どういうことですかね数ってことは下の図ってことですよね犯行直後自転車ですかね違いますね。あ花が落ちてるってことですかお正解。 解説植え込みの花が落下しているこの変化は不可逆のものだしかし奥さんこれは本当に空き巣なんですかねと私どもにはそんな風には見えませんがと。問題にとこの人物が空き巣だとすると少し妙ですよとほら特にここなんてと警察がさめ、えー、指し示したのはどこだろうとあワンちゃん吠えてないってことですかね正解、えー、解説番犬は空き巣に気づいているようだが吠えていない この人はご家族なんじゃないですかと。しかし、写真を撮った隣人は交渉する。いいえ、このお宅に娘さんなんていないんですよと。問題3。話によると、この家の主は家族以外誰にも取れない場所に鍵を置いていたという、その隠し場所はどこだろうか、えー、上の図からですか。えー、示してほしいと。ああ、じゃあ、ワンちゃんの犬小屋ですかね。お、正解。 さあ解説。鍵は犬小屋の中に隠されていた。犯人は吠えられないところが、この鍵すら無事に入手したことになる。顔見知りの犯行なんですよ。きっとそうです。写真を撮った隣人は自信たっぷりに言い聞いたと。問題4。しかし奥さん、この人物が空き巣だとするとあり得ないことをしてるんですよと。犯人がこの家でしたこととは、その変化を数から見つけてほしいと。下の図ですね。えーっと、自転車を起こしたってことですかね。 優しい <laughs> 正解と解説,、えー、解説倒れた自転車を立て直したのはこの空き巣だったというのもこの人物は1年ぶりに帰ってきたこの家の長男だったのだ見た目はすっかり女性になってしまっているが彼女にもいろいろ事情があるのだろうまさかそんなことだったなんて早そっちりしてお恥ずかしいと堂々と玄関から入る空き巣も珍しいと思いますが被害者が多いですからお宅も気をつけて写真を持ち込んだ隣人は恥ずかしそうに警察署を後にしたと、まあ、でもワンちゃんはわかるんですね 学校が変わっていていもさあステージ136クリアですすありがとうございますえー、では、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。